プルンプルンパンケーキ。はい、じゃあ今日もですね、ラーメン二郎前のスタートで、うわ並んでんだ今日、すげえ並んで、お折り返してるよ今日、すげえ、はい、ここの、うん、ね、恋しくなんだよね、油と二郎が、二郎の油だか、今日はみなとみらいへお散歩しに行きますね、はい、はい、それでパンケーキを食べに、あらおしゃれ。行きたいなと。あらおしゃれ。なんかね、メレンゲって言って、はい、我々はもう何回か行ってんですけども、プルプルのほらこんな映ってると思うんだけど、この横に、そう横にね、このプルプル感が出てると思うんだけど、ちょっとそういうねパンケーキがあるんで、それを食べに行きたいと思います。はい。いや今日はね。気温も13度ぐらいかな、なのでそんなに寒くないね、下旬だそう、下旬だね、着込んでいれば全然寒くないっしょ、こんぐらいだったら、だってもうほら手袋もしてないもん、今してるよ、してるこれがまたほら山の方行くとさ寒いんだよな、そうですね、なんで笑ってんの？え、やっぱ急にね、視聴者向けの言葉になるからさ。それはしょうがない。それはしょうがない、ね。そう。しょうがない。ね、皆さん見てるからこれ。皆さん何名いらっしゃるか。え、だってこれさ、あれだよ。もう全世界向けの配信だからね。ああ、全世界ね。そうそう、いよいよ本当本当。本当にいろんな外人さんがコメントくれるからさ、何語かよく分かんないのがいっぱい来るからさ、お腹空いてきましたね、気になっちゃいました、気になりました、メレンゲを作るとこから始まるので、あ、そうなの、20分ぐらいは待つ、その間にその間に違うものを、水を飲んで我慢する我慢するソーセージとか食べたりしないの、あの懐具合に今日はほら取材費が出るからさ、うすごい取材費っつっても僕のポケットマネーですからね、限られた限られた、そう、資金を有効に使いたいと思います、頼みますよ補填しないよ、え、補填してちょ、おー、なんかやってる、なんだろう、イチゴフェア、マジか、お、すげえイチゴだ、でかっ、ダンスウィズゴーストって、あ、スケートリンクもやってんだ、あー本当だ、え、凍ってんの、そうだよな、まあでもちょっと我慢して、あ、写真撮ってる、写真か、で、みなとみらいじゃないな、ランドマークの方に行かないでまっすぐ行きますと、そんなに人多くないね今日はね、これからなんだろうな、きっとな、多分春に合わせてイベントいっぱいやるんじゃない、そこは日産ビルですね、日産、はい、そうそうそう、あれでもこれじゃない、あ、いたじゃない、あったこれだ、はい、とりあえず到着ですね、どこだっけ、その木の下、はい、到着です、この一問にしますか。
いちごに。どう、すげえなこれ、いちご5種類のいちごだって。え、すげえぞこれ。すごいとこ。これ2人でいいんですか。大丈夫。すごいな。これですね、これ。プルン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 。次は。何ですか、これ。うん、これちっちゃいみかん、ちっちゃいみかん、ほんとこのパンケーキはプルプルだよね。どうぞ、これ食べたい。イチゴトルベリーソースが美味しいよ。カブタビチャンネル。